こんな風にされたらどうしたらいいかわからない。どうした？アス、急に黙り込んでしまって。声？いや、私にはよくわからなかったが。湖？こんな時間に誰か散歩でもしているのだろうか。嫌な感じ？わかった。アス。アス、副長知らないか？さっきから探してるのにどこにもいないんだ。困ったよ、急ぎのようなのに。え？どうした？私に一体何の用だ？副長、どうしたんですか？その格好は。私だってドレスくらい着る。別人じゃないですか。驚きましたよ。副長も女性だったんですね。どういう意味だ？いや、なんというか、普段とは別人のようで。でも、普段の副長ももちろんお綺麗でありますが。世辞はいいから、早く言ってくれ。まんざらお世辞ってわけでもなかったんですが。ですね、実は元老院議員であられるグラディオス様が団長にお祝いを述べたいとおっしゃっているのですが。だったら団長にそのことを伝えた方がいいんじゃないのか。それが団長は今出てしまっているので、代わりに副長に会っていただきたいんですよ。ああ、ミーナに会いに湖の方に。そんなところでデートか。何も今でなくてもいいような気はするが。いや、それがデートという雰囲気でもないんですよ。どういうことだ？実は自分が湖に来てほしいというミーナからの伝言を預かったんですが、その時彼女は異様に思い詰めた顔をしていまして、それで心配になって団長に伝えたら、厳しい顔ですぐに行くと言って。二人ともちょっと妙な雰囲気でした。アスさん、私ようやくどういうことだか分かったんです。どうした？アス！
アス。アス、一体どうしたんだ。出て行ったっきり、全然戻ってこないで。どうしたんだ一体。アス、急に。ごめんなさい、理由は言えません。でもアスさん、クレアさん、今まで本当にお世話になりました。皆さんにはとても感謝しています。ないですけど、しばらくは知り合いのところに泊まりながら、どこか働けるところを探すつもりです。するくらいの余裕はありますし。ありがとうございます、アスさん。お気持ちはとっても嬉しいです。でもそうするわけにいかないんです。辛いだけだから。ミーナ、どうして急にそんなことを。本当にごめんなさい。でも私は失礼します。どうしたんだミーナは。急にここを出ていくだなんて。あ、団長。ああ、クレアか。ドレス似合っているね。綺麗だよ。いえ、そんな。それより団長、一体どうなさったんですか。どうしたって。何がって。アス、いろいろと心配をかけてすまなかった。そうだ団長、聞いてください。ミーナが突然ここを出て行くと言い出したんです。そう。早く止めてあげてください。ミーナの様子なんだかおかしかったですから。僕が止めたら逆効果だと思うが。いや、でもミーナが出て行きたいと言っているのだったら止めることはない。放っておけばいい。団長。じゃあ僕はこれで宮殿の方に戻らなければならないから。一体どうしたんだ団長もミーナも。日以来、兄様なんだか元気がありませんね。ルー。ええ、何かあったんですか。兄様、何かあるとすぐに私に隠してしまうんだから、もっと何でもいろいろと言ってほしいのに。ルー。あ、はい。はい。ル。これは聖騎士リジェルド様、それに預言者であらせられますルフィーナ様、お待ちしておりました。さあ
謁見室へとどうぞ。アス。おはよう。どうしました？二人とも。なんかちょっと変。気のせいだ。それより、ちゃんと宮殿に来てくれたんだな。ありがとう。いえ、私なんかが来てしまってもいいんだろうかって感じですけれども。もちろんだ。ルフィーナの存在はきっとみんなの救いになると思う。そんな。そうだ、騎士団のみんなにはまだ正式に紹介していなかったな。それもしなければ。はい、お願いします。本当にこれで少しでも騎士団の空気が明るくなってくれればいいが。いや、そんな素振りはあまり見せてこないんだが、なんだか少し近寄りがたいというか。そういえば昨夜も弊社におられなかった。ここ数日それが毎晩だ。それでいつも朝になるまで帰ってこなくて。帰ってきた時にはひどく疲れた顔をなさっている。一体どこで何をなさっているのやら。あのサージスさんがどうしたんでしょうね。アス、私は少し用があるから先に謁見室に行っていてくれ。なんだかクレアさんも少し元気なさそうでしたね。影響を受けてしまってるみたい。あら。え？あなたは。お久しぶりね。お久しぶりです。話は聞いているわよ。今日からユリシア様にお仕えするんですってね。それに何でも進軍に参加するとか。ええ、よろしくお願いいたします。戦だなんて危険よ。あなたはそのことを分かっているの？でも私は安全なところまでしかついていきませんし。絶対に安全なところなんてないわ。それはそうかもしれませんけれど。あなたは戦が終わってからもそうするつもりなのかしら。え？そのまま宮殿に残って陛下に仕えるのかと聞いているのよ。そんな大それたことをするつもりはありません。それに私は兄様たちと行動を共にしたくてこうしているわけですし。あら、欲がないのね。いいことだわ。でも戦が終わった後、たとえユリシア様があなたを自由にしてくださったとしても、他の方が放っておかなくなるんじゃないのかしら。この言葉の意味、少しは考えてほしいわ。ではね、あなた方にロアフィーナの守護がありますように。どういうことなんでしょう。はい。あ、アス、ルフィーナ、おはよう。おはようございます、サージスさん。ルフィーナ、あちらで陛下がお待ちだ。さあ。はい。ディジェルド様、それにルフィーナ、来てくださったのですね。感謝いたしますわ。いいえ、感謝だなんてそんな。本当に感謝しているんです。あなたの意志でここに来てくださったことに。
でもお役に立てるかどうかは分かりませんが。いえ、たとえそうならなくても構いません。あなたには我が軍の勝利の女神となっていただきたいのですから。女神？私がですか？ええ、と言っても気負う必要はありません。あなたはただいてくださるだけで十分なのですから。はあ。でも頑張りますね。私、予知以外のことでも皆様のお役に立つよう頑張りますから。ありがとうございます、ルフィーナ。そのお気持ちが何より嬉しいです。皆の力を合わせて一刻も早くボルド軍を我が領土から完全撤退させましょう。え、まだ鍵はあるにもかかわらず、塔は依然としてボルド軍の手の内にあるのです。そして橋はまだあの川に架橋されたままです。ですからそこから続々とボルド軍が、今のところはまだ睨み合いが続いている状況らしいのですが、我が軍はやや押され気味のようです。ですから一刻も早くあちらに。はい、ではリジェルド様、こちらをお受け取りください。どうぞ、これはあなたが手に入れたものですから。ようやくです。敬虔なる使徒、そして勇敢なる我が教国のしもべ、我らは再びサグディードの塔へと進軍します。あの悪しき獅子らに味合わされた雪辱を果たすために、塔を再び我らの手に取り戻し、そして奪われし我が領土を再び我らの手に、あの大河を越えボルド領へと歩を進めるのです。私たちは全てを取り戻さねばなりません。領土を、そして平和を。もう決して我らの領土が蹂躙されることのないように、皆様どうか私に力を。この第37代ロアーナ教国王ユリシア・シェル・アルディヒナに力をお貸しください。我が代で受けた恥辱を他の代に引き継ぐわけにはまいりません。私は必ずやこの大陸を取り戻さなくてはならないのです。そのためなら私は何でもします。戦いにこの身を投じることも厭いはしません。ルフィーナ、我らが勝利の女神、どうぞ私のもとにいらしてください。あなたを皆に紹介いたします。